春尿節祭の世界だ。春尿節祭、律令常用。古う月が残って一年のなし。律令を通じて陰尿が調和し、天地が巡行するので、惑星は太陽を持っています。惑星は太陽を基準に暦法が構成されます。惑星が太陽を基準に定めた暦法を太陽暦と言います。太陽暦は1年365日、5時間48分46秒です。太陽暦は4年に一度、2月を29日でウルウビと言います。惑星は月を持っています。惑星は月を基準に暦法が構成されます。惑星が月を基準に定めた暦法を太陰暦と言います。旧暦は平年の354日と計算します。旧暦は5年に2回ウルウ年を置きます。旧暦は19年にウルウ月を7回持つことになります。惑星の暦法は惑星の自転と公転周期に影響を受けます。惑星の暦法は月の自転と公転周期に影響を受けます。惑星の暦法は月、衛星の水位を考慮して総合的に考慮して裁定されます。惑星の月が多いほど、ウルウ月が多くなります。惑星のプログラムは、太陰太陽暦に基づいて編成されます。惑星の進化ロードマップは、太陰太陽暦に基づいて編成されます。惑星が違う太陰太陽暦が集まって、宇宙の暦法が形成され、宇宙の周期が形成されます。惑星が使用する太陰太陽暦に盛り込まれた進化ロードマップが集まり、宇宙の小周期と大周期が形成されます。漢民族は古代の排他極以前から太陰太陽暦を使用していました。太陽暦と太陰暦の間に時差が発生します。太陽暦と太陰暦の間に発生した時差をウルウ月と言います。ウルウ月のある年をウルウ年と言います。惑星の霊探管者たちが惑星に対する基本セッティング値の変更はいつでもできないように厳しく禁止されていますが、ウルウ月のみ認められています。恒星の管理者たちが恒星に対する基本セッティング値の変更はいつでもできないように厳しく禁止されていますが、ウルウ月のみ認められています。銀河の管理者たちが銀河に対する基本セッティング値の変更はいつでもできないように厳しく禁止されていますが、ウルウ月のみ認められています。ウルウ月には決まった番組の他に新しいプログラムを始められます。ウルウ月には決まった番組の他に既存のプログラムを新しいプログラムに変更できます。ウルウ月には決まった番組の他に既存プログラムを廃止し、新しいプログラムを始められます。惑星の霊探管理者は、ウルウ月を利用して惑星の進化ロードマップに関するフィードバックが行われます。
惑星の冷淡管理者はブルー月を利用して惑星の進化ロードマップについて微調整が行われます。惑星の冷淡管理者はブルー都市を利用して惑星の進化ロードマップの修正と変更が行われます。惑星の冷淡管理者は春分のあるブルー月を利用して惑星の進化ロードマップに対する大規模な構造変更が行われます。完全な創造主神様はブルー月を利用して恒星の進化ロードマップの修正と変更が行われます。完全な創造主神様はブルー月を利用して銀河の進化ロードマップの修正と変更が行われます。完全な創造主神様はブルー月を利用して宇宙の進化ロードマップの修正と変更が行われます。完全な創造主神様は春分のあるブルー月を利用して宇宙の進化ロードマップの大規模な構造調整が行われます。完全な創造主神様は春分のあるブルー月を利用して土地性と連続性の権利により新しい周期を始めます。2023年3月21日春分の日、肉体の服を着た完全な創造主神様は新月の次元間空間にあった完全な創造主神様の意識を霊体の次元間空間に移住しました。新月は完全な創造主神様の意識が人間の体で無意識と潜在意識で発現する場所です。霊体は完全な創造主神様の意識が人間の体から潜在意識で具現されている場所です。2023年3月21日春分の日、午前11時から午後11時まで、完全な創造主神様の意識が中空間の拡張して霊体に完全に移転されました。2023年3月21日春分の日午後11時、真空明宇の世界にいらっしゃった完全な創造主神様の意識が肉体の服を着た人間の体である新月の次元間空間に止まって、そのまま霊体に安着しました。2023年3月21日春分の日はゼロポイントの中で最も重要なゼロポイントになる日です。春分の日は宇宙のウルー月です。春分の日は宇宙で惑星の霊点調整が行われる日です。春分の日は宇宙で恒星の霊点調整が行われる日です。春分の日は大宇宙のウルー都市です。春分の日は大宇宙の霊点調整をする日です。春分の日は大宇宙の霊点調整のための宇宙記念日です。春分の日に大宇宙の時間が地球惑星を中心に霊点調整が行われました。春分の日に大宇宙の空間が地球惑星を中心に霊点調整が行われました。春分の日に大宇宙の7周期の進化ロードマップが新月に圧縮ファイルの形であったことが、霊体から圧縮ファイルが解除され大宇宙に広がりました。2023年3月22日ウルー月が始まる初日から地球惑星の次元上昇が本格的に繰り広げられます。2023年3月22日
ブルー月が始まる小日から、完全な創造主神様が肉体の服を着て地に繰り広げる皇帝の時代を公式的に繰り広げられます。春分の日に肉体の服を着た因子の体から、完全な創造主神様の意識が完全な現在意識で完成し、大渦に広がりました。2023年3月21日、春分の日、巡洋制裁、律令徴用、古典の時代を切り開くために、大渦の巡洋制裁が実現しました。2023年3月22日から古典の時代に、律令徴用の世界が繰り広げられます。記録の一要性があり、整理の一要性があり、ウデカチーム上がこの部の記録に残します。2023年3月21日、春分の日、ウデカ。